諸将は奮闘し戦。悪雷天意、派手に暴れてやる。風がどう吹こうと問題はない。敵の手の内は透けて見えているからね。敵は炎のため幾重もの策を仕込んでいる。こちらはそれを一つ一つほぐしていこう。具体的な手は都度伝えていくよ。すまないが駆け回ることになるだろう。しかしこれに勝てば天下は目前。さあ始めようか。この大河に劉備と孫権の命運を絶つ。我が成長なる少子を奮戦せよ。遠礼、北側に孫権軍襲来。人形をして乗り込んできました。北の敵は遅いか。真の狙いはこちらの戦団を燃やすこと。北をする必要はない。本陣を守る程度に無視だ。ダメだ、どうしようもない。おお、素晴らしいご活躍。ダメだ、どうしようもねえ。おう、助け立ちくださるか。
東の船に乗り込み敵船を迎撃してほしい。そこだけを切り離せば炎症を防げるはずだ。我らが闘志の炎を喰らえ。なんとこの船だけ切り離しておったっけ。ならばせめてお主の首をもらって帰ろうか。かかってきれ。すごいな、その力。伝令、南に展開していた細胞が罹患した模様。細胞とか、これは敵の暴力かな。説得しに行った方が良さそうだ。お好きだな。近寄ると言うなら、俺も本気で行くぞ。話を聞いてくれる気はない。少し手荒に行かせてもらうよ。罹患の刑などであなたを失いたくない。最後、私を信じて戻ってきてくれないかな。なんと、わしは騙されていたのか。船にお乗りを。ここに敵の急所をつきますぞ。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。
しい働きを見せたな。こちらの世話をことごとく破るとは、そうそう、私の計算を上回る強さですね。の武勇と気力にこの層を持つ心から敬意を示す。さあ我らの勝利だ。皆勝ち抜きをあげよう。赤壁の大河は激戦に逆巻き、彰子の機嫌は水面を焦がす。劉備と孫権の連合軍は曹操に対すべく縦横に奇策を巡らせた。しかし恣意あふれる曹操軍の将らはそれらを見事打ち払う。とりわけ軍師閣下の知略の冴えは並ならぬものがあった。彼は劉備孫権連合軍の計略を最大漏らさず看破。それらを打ち破る妙策を次々と武将たちに託していった。これにより曹操軍は見事勝利。孫権は軍を引き、劉備もそれに従い後頭へと逃げた。戦果に満足した曹操は南進を終え兵を引き上げる。もはや
曹操の波動に敵なし。外貨の中、曹操と将来の息は天下を見据えて高まっていった。この度はそなたの勝利を祝いに来た。しかし陛下、そのような危険な。そなたの軍を前に教官など現れない。みな立って並んでくれぬか。朕にその大しき姿を見せよ。この者らすべてそなたの力であるな、曹操。力であり宝にございます。すなわち我が主であられます陛下の力であり宝でもあります。そなたという真を得て朕は本当に嬉しく思う。その力で天下を新たな時代へと導いてくれ。はっ。